事件を完全に解決するために、これはクロスベル各地の状況か。いや、それだけじゃない。過去の出来事みてえなのも紛れ込んでるみてえだぞ。現実世界のかけら、時空を超えて連関してゆく。ありえないとは言い切れないみたいだね。ゼロの司法、その完成形としての青の大樹。なんだ今のは太陽の砦の地下に入った時。いえ、エステルさんたちは一緒にいませんでした。それなんだ、どうした。どうやら僕たちには見えないものが見えたらしい。ああ、一瞬だけどね。おぼろげながらキーヤの真の力というものが。もう言葉はいらなさそうね。ロイド、行きましょう。ああ。最果てにして全ての因果律の中心へ。ロイド、エリー、ティオン、ランリー、マジミ、ラドリーまで。キア、よかった、無事でしたか。希望、大丈夫なのか。もう心配ばかりかけてごめんね。キーやロイドたちにずっと話せなかったことがあって。黙っていて隠していてごめんなさい。謝らないでいい。負い目に感じ、あなたが無事でいてくれるだけで私たちには自分。それに子供なんて多かれ少なかれ親に隠し事をするのが当たり前だっつうの。そんな当たり前のことすら利用してキーヤちゃんをそそのかした。ベル、イアン先生、あなたたちの仕業ですね。なあ、その通り。怖いですね。ですが私たちは最大限にキーヤさんの意思を尊重して。やれやれ、大した面の皮の厚さだね。
とにかくまずは戻ってじっくり話をするところ。そうですね、家族会議というやつです。みんなありがとう。でもキーヤ、ここを動くことはできないから。だからキーヤちゃん、何かあるんだな、司法としての力に関係して。それはキーヤさん、言って差し上げたらいかがかしら。あなたがこんなことをしているのは全てロイドさんたちのためだ。え、なんだと。かつての幻の手法と違い、ゼロの手法であるキーヤさんには時と空の力が備わっています。因果と認識に干渉する幻の力と時空間に干渉する力が合わさった時、世界を紡ぐ力。また尋常じゃない言葉が飛び出してきたね。どういうことだ。それこそ青きゼロの計画の目的にして根幹とも言える能力、世界を紡ぐ、すなわち因果律を操作し世界を組み替える力というわけだ。はあ、世界を組み替える。世界の事象の全てが持つシステムのネットワーク、それは過去と現在と未来において、そうさすがティアさんは飲み込みが早いですわね。そう、動力ネットにおいて最上位の管理者が震える権限に近いものがありますよね。争いを生み出す現実そのものを改変し、より平和的な現実へ。例えば帝国と共和国にクロスベルが従属、翻弄されている現実を踏み替え、エイドスにすら不可能な所業のはずだ。おいおい、いくらなんでもヨタ話が済みやしねえか。さすがに、にわかには信じられません。おかしなことを言いますわね。あなたたちだって一度それに助けられていますのよ。助けられたまさか先ほど見た数ヶ月前、教団のロッジに潜入した時、
私を見つけて。どうやらロイドさんはすでに一度ごく小規模ですね、現実の改変が行われているのです。あなた方は暴走したヨアヒムに殺されてしまったという現実の改変を。マジなのか。最初の時ロイドたちはエステルたちやレンってことそんなに仲良くならなかった。それが原因で4人だけで乗り込んで、あの子の助けも来ないまま結局。それを知ったキーヤさんは司法としての力を暴走させて過去の因果律に干渉したのです。その結果あなた方が殲滅天使の問題を解決するという因果が導かれ、巡り巡ってリベールの遊撃士二人があなた方の助太刀に現れ、そして本来あなた方が殺された場面で殲滅天使が助けに来たのです。そんなことが。だが全くの偽りではなさそうだね。さすがにショックだったみたいですがね。ですがゼロの司法の持つ現実を組み替える力の真、あなた方の悲劇を回避するのはほんの序の口にすぎません。この青の大将キーヤさんの力を増幅し、七葉脈を通じて世界そのものとリンクできる真珠があれば悲劇を回避できるどころか、先ほど先生がおっしゃっていたレベルで現実を改変することが可能なのです。それがこの大樹の力。おいおい、シャレになってねえぞ。そうか、オリジナルの始まりの地と同じ。素敵だし、こんな素敵なものがあればもう何も怖くない。世界の全てに幸福を与え、悲しい思いをすることもない。人はあらゆる不安から解放され、良きものだけを追求できる。まさしく錬金術の奥義、アルスマグナというものですわ。ベル。イアン先生、本当にそれで。何事にも備えは必要だ。人間の歴史はあらゆるリスクにどう対処するかの歴史でもある。そしてキーヤ君はそれを制御できる素晴らしい力を持っている。それは否定のできない事実だ。その結果キーヤをそんな場所に押し込めることになったとしても、やがて心を病み自らを消すという結末に至ったと聞いています。あなた方も本当に
そんな重責を押し付けるつもりなんですか。ロイド、それはそうならないようにキーヤさんに世界改変の責任を全て押し付けるのではなく、先生のような有識者がより正しい方向へ世界を変える道しるべをアドバイスしている。それならば話は別でしょう。民主主義的なプロセスを全て否定するというの。民主主義の弊害はエリックもよく知っているはずだ。ともすれば修具政治に陥り、大切なことを迅速に決めることもままならなくなってしまうシステム。ベルに限らず、どこにでも見られる現実ではないかね。それは、それに私とて自らの知見だけを規約に提示するつもりはない。マクダエル議長のような有識者にもいずれ協力を要請したいと思う。ディーター君もまたマネジメントという観点から改めて役に立ってくれるだろう。そして君たちもまた私たちの試みに協力してほしいのだ。新たな時代を開くためには君たち、そして君たち、ここにたどり着いた君たちならば、これからの時代に何が必要なのか、どうかね、この提案は。そんなことは。くそ、変に説得力が有り上がるわ。イアン先生、結局先ほどの質問には、先生は本当にそれでいいんですか。あらゆるものには尊厳がある。人にも、社会にも、歴史にも。間違っていたり、悲劇を生み出す結果につながったとしても、それをなかったことにするのは関わった人たちの尊厳を犯すことだ。その過ちをなかったことにしていては成長することもできない。共に学び、力を合わせ前に進んでいくことの意味。確かに、そいつがバッサリと切り捨てられちまうってわけだな。ロイド、キーヤ、俺たちと一緒に帰る。もうこれ以上俺たちのために無理をする必要はないんだ。前に俺たちが命を落としたという時も、辛くて苦しくて悲しい思いをさせてたんだ。ごめんな、キーヤ。俺たちが不甲斐ないせいで。そんなことあれはキーヤが勝手にやったことだから。だからロイドが謝る。だったらキーヤ、どうしてずっと浮かない顔をしているんだ。キーヤも気づいているんだろう。俺たちの死を悲しむあまり、
因果律ってのを操作して現実を変えてしまったこと、それがやっぱりズルだったってこと。キリア、まあ死んじまう結末が良かったとはさすがに言えねえが、それでも反則技ってのはどうしても言えちまうかも。イアン先生、ベル、それについては政治も同じだと思います。時には王道でなく邪道が必要になる時もあるでしょう。ですが邪道を前提とするのはやはり間違っています。エリー君、キーヤちゃんという個人の超越的な力に頼ること、それはもはや政治ではなくただの神頼みとしか思えません。困難な状況を叱るべき手続きと対話のプロセスによって乗り越え、全員の問題として解決していく、それが真の政治だと思います。だがキーヤの力がなければクロスベルが深刻な危機に直面する可能性は高いと思います。大陸全土の混乱、経済危機、そして帝国は内戦が終了したクロスベルに牙を剥くでしょう。それでも俺たちはキーヤに全てを押し付けるのだ。正しい選択だとはとても思えない。与えられるだけの奇跡に頼ったら俺たち自身が成長できないから、だから苦しくても今は筋を通すべきだと思うんです。ロイド、ここまでか。自分では支援のつもりではないと思っていた。やはりどこか欺瞞があったようだ。まるで外君に諭されているような気分だったよ。先生、すまない、君に言えた気にではなかったな。キーヤ君、いろいろと惑わせてすま、君は君自身の判断で、君にはもうそれができるはずだ。先生、そしてマリアベル君、期待に応えられなくて、どうやら私の出番はここまでのようだ。構いません。もともと先生には計画の総合的なプランニングをお願い。今までお疲れ様でした。秘術によって生を与えられたホムンクル、どのように扱おうも私の勝手ではない。ふざけるな。ベル、言っていいことと悪いことがあるわよ。撤回してもらいます。いいでしょう。私はマリアベル・クロイス、エイドスを超える至宝を求め全てを犠牲にしてきた一族の末裔、その千年の猛襲の重みとあなた方の一年にも満たぬ絆のどちらが果たして強いのか、その千年の猛襲の重みと互いに死力を尽くして比べてみるとしましょうか。あなた方の一年にも満たぬ絆のどちらが果たして強いのか、互いに死力を尽くして比べてみるとしましょうか。望むところだ。
ベン、手加減はしないわ。最高位のマギウスと認定、全力で制圧する。ようこそ私の世界に。この勝負引くわけにはいかねえ。
よし。任せろ。
ぜ。俺の番だな。そんな見えません。あっしゃ、いい感じだぜ。ナイスファイト。知り添けただけはあるようね。ベル、ここまでにして。もうこれ以上私たちが戦う意味なんてないわ。私の可愛いエリー、あなたの頼みならばと思わなくもありませんけど、知っているでしょう、私が可愛い子ほどいじめたくなってしまう性格だと。ところでキーヤさん、あのことをロイドさんたちは知っているのかしら。その様子では伝えていないみたいで、ちょうどいいですわ。ここで彼らにも教えてあげるとしよう。やだ、やめて、ベル、お願い。どういうことだ。つかお嬢さん、うちのキーボーをあんまいじめんじゃねえっての。あなた方は本当にキーヤさんを愛しているのですね。クロイスケが教団に託した本物の魂を持たないホモクロス、教団が犠牲にしてあまたの魂をつなぎ合わせただけのまがいものの人形を。今さらそれがどうした。そんなのはとっくにサイドから聞いて知っている。キーヤはキーヤとして私たちのそばにいること、それ以上に大切なことはないはずです。キーヤさん、あなたは本当に幸せ者ですわね。ロイドさんたちの家、関わった全ての人間の好意と愛情を集めることができて、あなたの力によって。あなた方は不思議に思わなかったのかしら。多分出会ったばかりの頃からキーヤさんが愛しくて守りたくて仕方がなかったのでしょう。それはなぜだと思います。まさか。おいおい、何をバカな。あの弱姫はもちろん、マフィアや魔獣ですらキーヤさんを積極的に害そうとはしなかった。誰とでもすぐに仲良くなり無条件で愛されてしまう女は、違う、違うの。いいえ、違いません。あなたには無意識のうちに周りの人間の心と魂をつかむ力がある。まがいものの存在にまがいものの愛というわけですわね。新規は青
形態、全ての時空間の因果を操る、エイドスの課したカセオも打ち破り、真にして義なる地上の神。青のゼミウルゴスですわ。そんなごたくしたことか。全てはキーア、あの子を取り戻してからだ。おう、難しい話なんてのはそれからでも遅くはねえだろ。巨大な霊体の権限を確認。中枢のコア部分にキーヤがいます。何としてもあそこからキーヤちゃんを解放しないと。みんな、これが最後の戦いだ。全身全霊、俺たちの全てをあの青き存在にぶつけるぞ。あ、私の番です。
私の番です。ああ
よし、ついた、はい、行く、俺の番だ。Thank you.
任せろ。行きます。今だわ。
よし行くぞ。
俺の番だな。それが今だ。今だ。俺の番だな。ゼイ！なんとかしないと。すまない、みんな。
任せてくれ。
みんなは、キーヤはどこに行ったんだ。どう考えても普通の場所じゃない。むやみに動き回るわけにもいかなさそうだけど、どうしてだろう。こんなに何もない場所なのに、なぜか不安や恐れは。一体この場所は。どんな状況でも慌てずに踏みとどまって現場の把握に努める。だいぶ捜査官として板についてきたじゃないか。あ、なんだ、久しぶりの再会に口も聞けないくらい驚いたのか。兄貴なの。兄貴だなんてカッコつけてんじゃねえっての。前みたいに兄ちゃんって呼べばいいだろうが。二人しかいないんだから遠慮なく甘えていいんだぜ。放っておいてくれよ。でもその減らず口、間違いなく兄貴みたい。夢でもないみたいだし、一体どういうことなんだ。どうやらここはあの子の内面の一部らしいな。あらゆる可能性を内包しつつ世界を再構成できる、どうやらそんな場所らしい。ゼロの世界。兄ちゃんが、兄貴が現れているのも関係があるのか。ああ、おそらくあの子は過去の時空間に干渉することで俺という存在を知ったんだ。そしてお前やセシル、アリオスやティオたちのためにも俺を蘇らせようとしたのかもしれん。兄貴を蘇らせる。まあ正確には今の世界を俺が死ななかった世界に紡ぎ直すってことだろうけどな。どうだロイド、お兄様が戻ってきたら嬉しいか、それともうざったいか。そんなの嬉しいに決まってるだろ。でも俺が死んだ後の時間を、そこで頑張ってきた人々の努力を否定することにもなる。ま、当然そうなるだろうな。特務支援課だったか。俺も参加してお前らと一緒にいろんな事件を解決している世界もあり得たのかもしれねえが、それは今のお前らの世界じゃない。ああ、本当にそんな世界があったらどんなに楽しくて嬉しくて。それでも僕。ああ、それでいい。お前がそう言えるようになったのを俺は誇りに思うぜ。本当にあの甘えん坊がよくここまででかくなったもんな。兄ちゃんなんかに甘えた記憶はないっての。セシル姉にならともかく。そうだったな。セシルも自分のために歩き始めてもいい頃合いだ。なんだったらお前思い切ってアタックしてみたらどうだ。天然ボケだからなかなか気づいてくれなさそうだけどな。うるさい、セシル姉をバカにするな。兄ちゃんなんかにはもったいない、最高の女性なんだから。まあお前も自分の相手はちゃんと見つけておけよ。仲間同士でつるむのが楽しいってのもわかるけどよ。否定できないな。できれば兄貴にもみんなに会ってほしかった。エリーやランディ、それにもちろんティオか。いろいろあったみてえだが、いい子に育ってくれて何よりだぜ。エリーってのは才色兼備で行動力もあるお嬢様だったか。ランディってのもバカっぽくてなかなか楽しそうなやつみてえだし、いい仲間に恵まれたみたいだな。ああ、最高の仲間たちさ。兄貴、そろそろ行くよ。大切なものを取り戻して
みんなのところに帰るためにも、またいつか会えるよな。ああ、もちろんだ。俺はお前たちの近くにいる。泣きたくなったら、甘えたくなったら、いつでも呼んでくれりゃいい。わかった。でも、どんなに苦しくても、壁は乗り越えられると思う。みんながいて、その向こうにある明日を掴むためだったら。だから大丈夫。安心して見守っていてくれよな。生意気言いやがって。今のお前ならあの子を本当の意味で見つけられるはずだ。殻の中に閉じこもったお姫様を見つけ出して抱きしめてやれ。ああ、さよなら、兄貴。そう、生きている限り壁はいつだって現れるもんだ。大切なのは乗り越える意志と、その先にどんな光を見、決まれよ、ロイド・バニングス。見つけた。どうして？声が聞こえたからさ。いつだって俺はキーヤの声が聞こえていた。耳を澄ませて感じていたら、キーヤの心の声がどこにいるかが分かったよ。そっか。でもキーヤ、ロイドにそんな風にしてもらう資格なんて、だってキーヤは。キーヤ、それは違う。生まれがどうであろうと。違わないよ。キーヤは本物の人間じゃないし、心や魂だって本物じゃない。そんな風に優しくしてもらえる、守ってもらえる資格なんてなかった。それなのにキーヤは。なあキーヤ、キーヤが俺たちのところに来てから半年以上経って、どれだけの幸せを俺たちにくれたと思う？多分それはキーヤが感じた幸せと同じか、それ以上だと思う。キーヤはさ、俺たちといて楽しかった。すごく幸せだった。でもそれはロイドたちがそう感じるようにキーヤが仕向けただけかもしれない。大切なみんなの心を操っていただけかもしれない。きっかけはどうかは知らないよ。俺たちには操られた実感もないし、それにそんな風になったら別に操られたって構わないと思う。子猫や人間の赤ちゃんだって無条件に愛らしくて守りたくなる存在だろ。キーヤのそうした力だってせいぜいその程度じゃないのか。そして俺たちの過ごした時間は、そんな力なんかじゃ測れない。俺と一緒に料理の練習をしたり、同じベッドで寝て寝坊したことも。
エリーと一緒に本を読んだり、みんなの洗濯物を屋上に干したこと。ティオと一緒に掃除をしたり、ミッシーの限定グッズを買ったこと。ランディと一緒にポーカーをしたり、露店街に買い出しに行ったこと。課長と洗い物をしたり、サイトたちと昼寝をしたこと。それが嘘だったなんて本当にキーヤは思うのか。それは、嘘じゃないと思う。だったらそれが俺たちにとっての真実だ。そしてその真実がある限り、この先どんな困難が迫ろうと、俺たちは決して負けはしない。だからキーヤ、一人で全部背負う必要はないんだ。それはキーヤも含めて俺たち全員で頑張ればいいんだから。それが仲間で家族っていうものだろ。するのは間違いない。ええ、
ですが、司法を失った以上、あなた方に食い止める術はない。それは分かっていますわよね。それでも俺たちは、キーヤと共に、この選択を選んだ。最悪という壁を、共に乗り越え、明日という光を掴むために。だから、後悔はしません。はい。今まで以上に忙しくなるでしょうね。だが、ここに来るまでだって散々苦労してきてるからな。警察も今まで以上に真価が問われることとなるだろう。立場上滅多なことは言えないけど、天霊賞による横やりもなくなりそうだし、教会も少しは力になれるはずさ。付き合いきれませんわね。まあそういうことならばせいぜい頑張るといいでしょう。ベル、マリアベルさん。あ、イアン先生ですけど、仮死状態にしただけですわ。きちんと処置すれば助かるでしょう。それと司法の力が失われたことで大樹もじきに消滅するでしょう。もって数時間、せいぜい早めに脱出なさいな。あんた、どうして今回の顛末がどうなってもウロボロスのマスターと欠けた人の代わりを務めるように望まれていたのだ。結社の最高幹部ですか、ベル。エリー、そんな顔しないでちょうだい。大陸がこうなってしまった以上、いずれまた会う機会もあるでしょう。それまでの間、遠くの地よりしかと見せていただきますわ。あなた方の悪あがきをね。それとお父様ですけど、極刑は勘弁してあげてちょうだい。クロスベルの立て直しに少しは役に立つでしょうから。それでは皆さん、ごきげんよう。ベル、最後まで勝手なんだから。うん、確かに致命傷じゃない。みんな手分けしてイアン先生をメルカバに運ぼう。それにアリオスさんたちも解放して運ぶ必要があるだろう。あと数時間で大樹が崩壊するそうだから、急ぐ必要がありそうだな。アッパスやみんなに連絡して手分けをするとしようか。それにしても最後までマリアベルさんはマリアベルさんでしたね。あんだけのことをしたのに、どこか憎みきれねえっていうか、誰も人徳ってやつなのかね。ベルは多分どこまでも自分に正直なんだと思う。一度やりたいと思ったことは何のためらいもなく、あらゆる方法でそれを成し遂げようとする。たとえ一人でも全く気にせず。でもみんながベルみたいに強いわけじゃない。ああ、だからこそ人は家族や仲間が必要なんだと。壁を乗り越え、まだ見ぬ明日の光を掴むためには。ま、光が見えるのはまだまだ先にはなりそうだが、それでもなんとかなりそうって気分になってるな。はい。まあここにいる人間だけでもこれだけのことができたんだし、クロスベル中の力を合わせたらなんとかなるんじゃない。
千人力です。その息だぜ。ああ、一緒に頑張ろう。特務支援課、撤収。アリウスさんたちを回収しつつ、メルカバで退治より離脱する。戻ろう、俺たちのクロスベルに。こうして俺たちは無事クロスベル市へ戻った。リーター大統領、いや市長は改めて逮捕されることとなり、しばしの間マクダエル議長がクロスベル市長を兼任することになった。そして別れ、ワジたちは後遺症の残ったバルドとアルテリア報告へと帰って行き、他の来訪者もそれぞれの道のためクロスベルに長い別れを告げた。片やうごめく者たちがいた。見喰らうヘビは彼らの計画を遂行するためさらなる力を得て大陸全土への干渉を始め、内戦が続いていたエレボニア帝国では鉄血宰相が貴族勢力を駆逐し勝利を収めた。そしてクロスベルは帝国の占領下2年に及ぶ苦難の季節を迎える。